はい、どうもドゥッピドゥッピ久保田です。久保田です。久保田です。さあ、本日はこのゲームを進めてまいりましょう。タイトルはないですがね、画面上にはリサというゲームです。 RISA、 多分そう読むと思うんですが、このゲーム RPG ゲーム、比較的短い RPG ゲーム。ストーリーとして世界観がね、どうやら世界に男性しかいなくなったっていう世界で、そこに女の人がポッて入った。さあどうなるかっていう、まあ、そういったストーリーというか世界観で、描かれてるということなんですよね。まあ、見た感じはドットやし、可愛らしいユーモラスな感じなんですが、内容は意外とシリアスということで、これ楽しみにしたいと思いますね。始めていきましょう。評価も結構いい感じでね、有名な作品だそうですよ。あ、ムービーかな、あ、ゲームバイ ディンガリングさんですね。お、びっくりした。はい、このコソ泥が、ここ音でかいな。 やめてやめろよ。ほ、話せよ。黙れブラッド、こいつが俺たちのボールを盗んだんだ。何、ボールを盗んだ？俺が盗んだ。ビックは何もしていないよ。ビック、なんだと？勘違いってこと？この畜生が。勘違いや、お前の。じゃあ、いや、なんで、え、勘違いじゃなかったの？あ、え、何、ほんで不思議がいっぱい。バカめ、なんなんこの画面、マジやばいな。さあ行くぞ。これパイナップルですよね、あなたとか。パイ、こいつとかなんなん、マジ。顔のパーツがどこに行ってんのかもわからんし、これとか、これなんかピータンっぽい。ピータン男爵やな、お前。じゃ、今日からお前はピータン男爵。ありがとう、ブラッド。ん？ブラッド？ん？これ動かせる？あ、動かせるね。これ、え、何？俺がブラッドってことかな？ブラッドなんでしょうね、多分。で、これなんか喋りかけられんの？喋り、あ、エンター？ごめんよ。僕をかばうことなかったのに。あ、何？こいつがじゃあリックってこと？で、俺がブラッド、主人公はブラッドってことなんか。お前は？ミツバチか、お前。ミツバチちゃうんか？ごめん、ブラッド。え、なんで謝んの？これはピーター男爵は？やられることになってごめんな。あー、何？みんなでボールをゲットしてたんかな？多分奪って俺が代わりになったって感じかな？ここにカエルの手生えてますねっていうことですね。はいはい。これは？これ何もできひんのか？これ左手見るじゃん。あ、ショッピングカードじゃん、これ。あ、いけへんわ。いけへんっていうか、なんか上にカモフラージュしてるおじさんいるね。死してなお軍人であるね。彼は軍人の鏡ですね。右手、おう、これはこれも乗れへんのかな。花とか植えてるだけか。この木が試行錯誤状態の木がありますねって感じですね。ちょっと上に引っ張られたんですかっていうような感じの。この窓がまた違和感でいっぱい、うるさ、違和感でいっぱいの窓がありますね。これも車かな。これこの車もまたなんかタイヤはちっちゃいし、ちょっと引力に負けて、あ、おじちゃんやん、おじちゃん、じゃ話聞かせておじちゃん。こう、ああ、ブラッドレイよ、前さんはいつになったら学ぶんだい。いつになったら学ぶ、あ、芝刈り機してるからこんなうるさいんか。お、入れへんのか。なるほどな。多分優しすぎるんやろな、ブラッドがな。ほんで誰かをかばうってことを今までしてきたってことなんかな。だいたい入れへんな。入るボタンで合ってんのかな今の。でもカチャって言うからね。で、ここ試行錯誤状態ね。試行錯誤の森ですね。じゃあここも、これ何なんでしょう、右行っていいんかな。まあでも、まあ一応ね、全然知らないですけど、短めのね、数時間で終わるってことなんで、もしかするとサクッと終わっちゃうかもしれないんでね、結構細かいとこ見ていきたいなと思うんですよ。読み解いていくみたいな。なんなんここ汚い、なんか何これ、いいえこれ。あ、入れる。誰やこれ、めっちゃうるさいねんけど。ちょっとお前テレビ切ってくれ。まただ息子が俺の家に上がってきた。息子やからな、俺の家でもあるからな。随分とボロボロになりやがったな。ああ、お父さんってことや。いった、なんで、びっくりした。なんなん急に。指さしてる。新しいシャツなんて買ってやらんぞ。いや、そんなこと一言も言うてないから使えねえクソガキが。部屋に行け。
なんなんマジこいつ。今すぐにだ。今勝手にいた。何今の、クソ親父やな。いつものように鍵がかかっている。いつものように鍵がかかっている。いつも鍵かけてんの、ここは。こっちは、あ、何あれ、あ、なんか半身乗り出してる。あの赤ちゃん半身乗り出してんねんけど。ドラゴンクエスト5の衣みたいなの羽織って。これ何もできひんのこれ。あ、何もできひんわ。何もできひんけどダンスだけはできるわ。このダンスの方法だけわかった。あ、なんか泣いてるこれ。ほら、ってなってる。あいつのとこ行ったら、ここか。え、これ部屋、これ部屋っていうか牢獄ですよね、もう。リサちっちゃ。真ん中に出さへん、そこに出す。うん、おお、びっくりした。はい、何いきなり、なんかすごいリーゼントが来ましたね。何持ってんのそれ。ビー玉、あ、ビー玉食べた食べた。ジョイを服用した。ジョイって何ですか。あまりにも急なんですが。違う。画面飛びすぎじゃない、なんか折ったってこと。どういうことなんだ、こっちが聞きたいですね。うん、しー、あー、優しい。大丈夫だよチビちゃん。あっ、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 うん。なんかさ、バイオリンを奏でるみたいな感じの体勢でさ、動かせるんだ。はい、わいわい動かしてます。ゆっくりゆっくり動かし、あ、もう私が動かしてるか。ゆっくりゆっくり動くんですね。赤ちゃん大切そうにね。うわー、はい、ゲイですね、あれ。ゲイがいました。何でしょうか。何してるんですか。ゲイの向こうには志村けみのやつと、あれ、ピーター男爵じゃないですか。あれ、え、まさか真ん中はじゃあミツバチですか、ブラッド。それはなんだ、なんてこった、赤ん坊かい。うん、あ、俺ブラッドやったんや。ああ、わお、赤ん坊だって。どこでこしらえてきたのさ。いや、そこに落ちてた。そうや、わからない、落ちてたんよ。なんか地面の上に転がっていたところを見つけただけなんだ。そう、そうか。なんでそんな悲しそうな。ちょっと待てよ、これがどういう意味かわかるかい。これはきっと女の子がその辺にいるってことだよ。わお、これは人類には希望があるということなんだ。わお、わお、なんでお前も言うたん。彼女はきっとすごくセクシーだろうな。だよな、お前ら真面目に話してるんだぞ。水分がなくなったナスみたいな顔しますね。その子は男の子か女の子か、まだ見ていなかった。はい、見んのそれ、いちいち嫌やな。なんか女の子だ。いや、そのめっちゃそういう真剣な顔で女の子だとか言われてめっちゃ面白いから、なんか嘘だろ。あ、でも大切、でも大切って感じだね。誰かに伝えなきゃな。ランドだ、俺たちがこの子と一緒に来れば俺たちは一生生活に困らない。食べ物もかっこいいものも欲しいだけ手に入る。最高だな。どういうこと、え、女の子あげるってこと。実際悪いアイディアでもないな。ランド軍かな、ランド軍はこんな時のための備えは俺たちよりもいいはずだ。ダメだ、そあかんよ。何言ってんのお前ら。誰にも彼女を育てていることを知らせない。今は赤ん坊でも直に大人の女になる。この子が外の世界でうまくやれる機会なんてきっとないだろう。かわいそうやな。ブラッド、それはおかしいよ。この子を一生隠し続けるつもりかい。もし誰かにバレた時何が起こるか分かってるか。構わない、俺がこの子を育てる。すごいやん、いきなり。いきなりあれ、やっぱ小さい頃にブラッド、お父んがあんなんやったからかな。そういう相反するものがやっぱ芽生えたんかもな。お前たちが俺を助けてくれなくても構わないさ。
この子を諦めるわけにはいかない。これは俺にとって二度目のチャンスなんだ。二度目のチャンス？そうか、ブラッド。心配いらないよ、俺の小さなバディ。え？小さな体ってことか？誰にも君を傷つけさせやしない。お前なんか俺の小さな体って言うと、お前なんか俺もちょっとお前を疑うぞ。え、って何の暗転？ああ、それなんか手に入れてるやん。それジョイやったっけ？それジョイ。ああ、バレへんかな、あいつは。バレへんかな、バレへんやったや。食べたろうかな俺、これジョイ食べたろうかな。食べへんのかーい。え、服用するんじゃないのジョイ。何やったん今ので。何これ、地上で小さなバディ、下で鉱山生活、1日目って感じじゃない。あ、2日目かなこれ。じゃ あ2日目、上で今度見てもらって、あの、働くよ、ブラッドレイも働いちゃうよー。で、あ、下に実は部屋作ってたんだーやね。じゃあ下に部屋引っ越そうとか言うて、あ、ここに、はい、外。すっごい走り方。右足は前に行かないんだ。あ、ここになんか瓶落ちてるよ、お酒の瓶。あ、お父さんちゃん、あれお父さんと半身乗り出した赤ちゃんや。あ、どうしようかなこれ、見てんと食べようかな俺。これ、あ、見てるかもしれんな、これ食べたいな俺。ジョイ食べたいな、ジョイ食べたい。食べた。あ、消えた。え、何ジョイってそういう効果があるの？何これ。あ、上になんか大きなってるやん。大きなってません？え、ブラッドめっちゃハゲてません？なんか大きなった。胸に円マーク書いてる。なんかこの女の子可愛らしくなりました。うん、どうした？あかんよってか。あ、ブラッドあかんよって言って出てきたんか今。危ないとこやな。仲間はどこ行った？あ、閉じ込められてんねや。ほんでこれジョイ食べようかなって言って迷ってんねや。またたくさんのジョイやん今度。右手にたくさんのジョイを放った。え、なんで？ジョイはあかんもんなん体に。何つもいでんの？ほんでこれなんか作ってんのかな。あ、ほらごめんなって言って、なんかほんだ俺マフラーかなんかあんだから、ほらあげ、マフラーじゃないんだ。そんなお面プレゼントするんだ。なるほど、仮面をかぶれば君も外に出られるよということか。ああ、考えたねブラッド。一緒に出ていくんだ。ん？一輪の花欲しいかって。あ、いいやん。あ、いい生活してるやん。なんか頭になんか落書きされて。あ、いるやん仲間も。あ、仲間も呼んで、娘さんこんな大きなったよ言うてな。ってか言うて、これ多分みんなで生活してるんでしょうね。ほんで右足は前に行かないんだ。うん、出てきたやん、さっきのやつや。これ見たやつやな、もう2回目やこれ。あ、おった、おとおった。あ、逃げるんだジョイちゃん。あ、半身乗り出した赤ちゃん、半身乗り出した赤ちゃん。あ、あっちにも赤ちゃんいる。あれ、こっちにも赤ちゃんいる。あれ、え、なんでなんで。いや、解決して、解決してくれな俺も。ほんでどこのダンジョンこれ。なんか不思議なダンジョンに迷い込んだ。はい、ブラッド左の方に進んでいったらマリオのゴールみたいなとこでした。はい、ジョイやった。あ、ジョイやった。上から落としたジョイやんねやろか俺。これ食べたいなぁ、ジョイ食べたい。なんやねんだから。あ、ジョイだらけ、ジョイまみれだやな。多分ジョイは覚醒剤とかそういう意味があんのかな。なんか幻覚とかを消させるみたいな。お、うるさ、何？え、誰？二丁目？ねえ、そこの人、この野獣が僕を話してくれないんだ。本当なら一人で撃退できるんだけど、僕の急所がこの木に引っかかってしまったんだよ。あ、そこ急所なんだ。そうよね、だから手を貸してよね。うん、え、もう動かせんの？あ、もう、うん、じゃあ何したいのこれ。ああ、びっくりした、あ、びっくりした、めっちゃびっくりしたんやけど。なんやねん、ほんでこの戦いの BGM お前。え、戦う何？アームストロングスタイルって何？スキル、防御、アイテム、アームストロングスタイル、チーズレッグス。はい、戦闘開始。お、噛んだ。んブラッドのアームストロングスタイル空手が炸裂する。噛まれたってこと俺。 WASD、 左パンチ、右パンチ、んジッパーパンチ、ダブルパームスラストダブルパームスラスト。いや、わからん、正しさがわからん。どこに行った正しさ。スキルは、スキルはない。はい、スキルないです。どうやって戻んのこれ。あ、戻った。防御はいいわ。じゃあアイテムは、アイテムなんかないの。ジョイ、感情を麻痺させるドラッグ、ピンチの時に使う。あ、なるほど、じゃあ今は使うとこ。アームストロングスタイルでいこう。点灯開始。
ない、激しく噛みつかれた。83のダメージ。もう右パンチ、右パンチ、右パンチ、右パンチ押した数よりも多いやな。戦う、はい、戦う。アームストロングスタイル、チーズレックス、戦闘開始。これなんかコンボかなんかあんのか。左右、左でジッパーパンチ。え、違う D。 いや、分からん。とにかくうるさい。あ、レベルアップした。ブラッドは勝利した。はい、ありがとうございます。お、あ、習得スキルバスターパンチやって、 HP が上がったり。ここら辺は RPG っていう感じするね。ものすごくふざけた RPG っていう感じするね。君ってかなり強いんだね。正気のない中毒者で中年のハゲに見えるのにやかましいわ。君ならきっと多くの痛みにも耐えられるように思えるよ。どういうこと。そうだね、君は多分難易度設定でさらなる痛みに挑むんじゃないかな。どう、僕の予想は合ってる。え、何言ってんの、わけわからん。え、そんな、え、俺これペインモードって言って言ったら俺まずいんじゃないの。まあいいよ、じゃあ正解。ヒュー、本当にかっこいいよ。ペインモードが有効になった。え、大丈夫なんこれ。俺本来なら僕は一緒に戦えたはずだよ。でも僕は下半身に傷を負っているからね。いやな、僕はテリーヒンツ。人々は僕のことをチュートリアルの王と呼ぶよ。へえ。僕はみんなが見られるようにヒントを残しながらこの土地を旅しているんだ。僕って結構大物なんだよ。たくさんのファンもいた。へえ、そうなんや。YouTuber みたいな。待って、即変えられようとしてるやん。君かなり寂しそうだね。僕ってナイスガイだから、君も仲間に入れてあげるよ。いいね、それで決まり。めっちゃ早い。うわ、なになになに。不協感漂うねんけど、この BGM すごいな。あ、仲間入った。あ、なんかこれ最初の BGM じゃんこれ。え、なにこれ。喜び、ほころびの時に出てくるやつこれ。もしこの風船がここになければ、あなたはそこの崖を飛び降りて死んでいただろう。この風船があなたの命を救ったのだ。絶対違うと思うけど、まあいいや、行くか、去ろう。俺テリーヒンツとさ旅してるっていう、なんかそういうの見れへんの。なんかこう伝えたす、あ、見れた。ブラッドレベル2、テリーレベル1。あ、いいね。どんな戦い方すんねやろな。アイテムとかは、あ、持ってないんか。ちょ、もううるさい。なんか知らんけど、なんなん、いちいちその音。これは、これは取れへんの。あ、取った、ボム取った。これはボム取った。これなんなん。あ、空き瓶で増えてるね。なんか何も入っていないガラスの瓶。ああ、これ使えへんのか。はいはいはい、アイテム集めていこうぜ、どうせなら。はあ、ちょっと待ってよ。まず何もあいつしてこへんな。これ何。瓶は非常に役に立つ。売ることも何かを入れることも火炎瓶を作ることもできる。ただ単に戦闘で投げることだってできる。ほう、だから拾っておこう。テリーヒンツ。ああ、ヒンツがこうやって置いていってくれてるな。はいはい、じゃあこれ拾っとくじゃあ、うん、はい、じゃあここにいたカエル、押したらですねセーブだったんで、セーブだけしときました。このヒントも見とこう。セーブ。カラスと会話することでゲームの記録をセーブできると。誰かが君のことを覚えておかないとね。ヒントの王ヒンツ。だからヒンツって名前なのかな。ジャンプ。十分低い位置にある段差の前に立っている時、上ボタンを押しながらスペースキーを押すことで、へー、飛び降りるには下を押しながらスペースキーを押せばいい。T の男ヒンチ、テリーやな。そんなめんどくさいねんな、上押しただけでは。ああ、なるほどね。こうやって降りたり上がったりすることができると。はいはい、わかりました。これもゲットしとこう。これは普通に上がれるのかな。あ、これ普通上がれるんや。こいつは警告、テリーの美貌にご用心。危険なほどに魅惑的だ。常に気をつけておくように。テリーベア、名前も変わって持ってますからね。これは降りれへんの。これ降りれへんねや。こっちか、こっち行ってみる。あ、またヒントや。もうヒント来てんやったらさ教えてくれたよ。休憩、もしキャンプファイヤーを見つけたらそこで休むことができる。仲間も完全に回復するけれど気をつけて。寝ているときは無防備になる。何が起こってもおかしくない。さあ君ならどうする。いや、一回休んでみたくない。え、どういうこと、無防備な状態っていうのがよくわからないんだけど。まあ一回休もうよ。ああ、すっごいドラクエ感じですね。お、なんもなかったね。え、なんか起こるかもしれへんってこと、今のあの間で。あ、BGM変わった。なんもないね。
え、これさ、エンカウントとかはないのかな。敵がこう出てきたり全然しないけど、レベルアップとかもしたいよね。 RPG やるタイプの人ってこう2つに分かれるやん。めちゃめちゃ強く、え、チア、うわ、なんかピチョピチョ言える。なんかめっちゃ強くして次のダンジョンに、うわテリーって、あ、ちゃうわ、うわ、え、ミツバチちゃん。これ秘密がバレたよブラッド、あの子が行ってしまった。え、嘘やん。え、どういうこと、奪われたってこと。すまない、俺にはやることがある、一人でな。何が起こったの。本当のことは言えない、遠慮しないでも、この状況大変そうだよ。俺にとって身近な人がいなくなった。俺はその人を探さなければならない。これが言えることの全てだ。ああ、そんな、それって悲しいことだよ。うん、そうやな。誰か君を守る存在が必要だね。僕にはわかるんだ。必要ない。即答や、ついていってあげるよ。僕ってとても強い戦士だからね。もういいって。一回聞いたし、ちゃんとしっくりくる BGM にしようし、せめて。え？入ったん？あ、入った。これ。あ、入った。みんな入りました、仲間。こいつは？もう大丈夫？あ、まあ、わかんわ。すげえグロいやん、なんか入れんの？うわ、めっちゃやられてるやん、なんか。誰これ？俺の家やんな、ここ。こいつは？死んでる。これ下、下がれる？下がれるわ。こいつは？死んでる。錆びたナイフを見つけた。あ、何刺さってたってこと？え、錆びたナイフって装備したりできんの？これでも俺装備できひんのよな、今。まあ、いいか。とにかくすげえ惨殺された感じやね。まあ、揉めたんかな？揉めたというか、彼女を渡す前と戦ってくれたんかな？味方が。これ座れたりすんの？これ。これせえへんのかな？こっちかな？あ、セーブやな。ちょっとセーブしときます。はい、セーブしました。じゃあ行きましょう。下か左か。まあ、一回左行ってみる？あ、なんか落ちてる。あ、取れる？ミステリージャーキー手に入れた。ミステリージャーキーって何？こう落ちたりする？これ。え？はい、戻ってきました。じゃあミステリージャーキーだけ手に入れて、で下行こう。確かにあの風船がなかったら俺落ちてたやろな。じゃあ右の方でな、こう下行ってみよう。ばあ、なんか血めっちゃ滴ってんな。こっちは、これなんかあんま高いとこから降りたら死ぬとかある？え、あ、死にはせんのか。オッケー、左から行ってみよう。この左から潰そう。左が多分崖の、そう、下やろ。うわ、何あれ、カマ？カエル？うわ、生き肉なんか。何かを握りしめている？ダイエットココラコーラ？コカ・コーラですよね。何これ？あ、人？これ。あ、人逆さになってんのか。っていうことか。上から落ちたんか。ダイエットココラコーラとか書いてるけど、あれちょっと見てみようか。ミステリージャーキー。オレイサでごく普通に見られる動物の干し肉。300回行くな。ね。これ SP200 回復か。 SP って多分あれやな、なんか魔法のやつみたいなことでしょうね。まだ私使えないんでね。右行ってみますか。あ、上からね。了解了解了解。これだからエンカウント多分なしやな。ボスとかだけ、あ、あるやん下に。なんかあれあったっけか、さっき。これちょっとこれだけ取っとこう。危ない、なんで。はい、戻ってきたよ。これ取ろう。あ、ミステリージャーキーね。でかいでかいでかい。回復あった方がいいんじゃない？ボス戦とかあるかもしれんしね。まあ、アイテムは惜しみなく使っていこう。それだけはもう。うわ、むっちゃなんかちょいバルのおじさんいるやん。これ何？コンボ。仲間の中には戦闘中に WASD ボタンによるコンボを使えるキャラクターがいる。特定のボタン入力により攻撃に続けてコンボに応じた技を繰り出す。それぞれの技につなげるためのコンボはスキルの説明文から知ることができる。例えば WWS でバースターパンチを行うとか。用心テリー、はい。え、それ見といた方がいいんかな。見てみる。ブラッドのバースターパンチは WWS な。 WWS って押せばいいんや。とにかく他は、え、テリーの、テリーのやつとかは、あ、テリー、 え、テリースキルないんか。ヒントL を送る。お、ね、送ってもらった方がいいの、それは。邪魔にならへん。行ってみる、こいつ。道をどけ。俺があの小さな女を独り占めするんだ。はあ、お前ふざけん。うわ、来たやん。あ、これ戦う？じゃあ。
アームストロングスタイルで、いやアームストロングスタイルなんかな、でもアームストロング流の、まあ、WWS のやつやってみるか。はい、で次テリー、テリーはじゃあ攻撃してみる、一回ウォルタースティングで、はい、戦闘開始、バーンって攻撃された、出血、テリーいった、ゼロ、バーンバーン、マイナス81、あ結構早いかもしれんな、とにかくテリーが役立たずやな。一回普通にやって、次テリーがヒント、エールを送る、やってみる、リトルチア、さあもうブラッドでしょ、はい、戦闘開始、はい、切られた、なんとかエール送った、プラス27、あ回復ってこと、ここで WWS バスターパンチ、あそれでもいいの、出血、あー出血してくれてんの、あれもしかして敵が、じゃあスキルって使ったら SP 少なくなっちゃうから、もう普通に HP、 普通の攻撃でいこう、 HP 減らしていこう、テリーはもう防御でいいんじゃん、攻撃してる、もう一回、たまたまってこと、テリーのやつ、さっきの、いやもういいってマジで、お前なんやねん、 WWSOK バスターパンチ、あめっちゃ効くやん、え、めっちゃ効く、アームストロングスタイルで攻めよう、お前もう防御しとけ一緒、 OK これやガードリーって言って、あミスった、ナイス、 WWS 決まらへん、まだか、あーブラッド出血してる、出血がしかもだいぶ効いてる、 OK これ最後の攻撃じゃない、違うかな、もう一度かかるかな、ガードやろ、 WWS 決まれ、あーカンカン、お、この置いた鮭は力尽き、今宵川を下っていくだろうお前最後の死に方の捨て台詞ダサすぎひん、テリーファンのみんなに愛を叫ぶよお前マジ何もしてへんからな、ヒントスターは全身あるのみ、はい無駄なレベルが上がりました、すっごいクールじゃん、あ倒した、やった